ではまずじゃあ大宮監督からまず一言をいただいてよろしいでしょうか。お暑い中ありがとうございます。ただいまご覧いただきました、無常息陽監督の大宮でございます。自分自身が忘れないようにと思って慌てて作りました。そんな時からもう地震発生から半年も過ぎてしまったわけですが、作っていた頃とはまた時間とともに私の中でも少しずつ変わってはきていますが、もうできてしまった映画ですので、お客様一人一人がスケッチでございます。少し淡い色をつけて見ていただければありがたいと思います。今日はよろしくお願いいたします。はい。でこのイメージ福島、今日で2日目なんですけれども、昨日の1日目は、福島の方からもゲストの方を招きして、福島 の, 実情をお話しいただきました。でそこでも問題になったのは、やはりその福島あるいはその原発に対するそのイメージをどう持つか、いうことが非常に重要なんだというのが一つの結論として提示されたかなと思います。で今日のゲストお二方は監督でいらっしゃいますので、今日は映画におけるまさにそのイメージについてお話し、いただければなというふうに思っております。でその是々監督はこの、今上映された無常息陽は完成された非常に早い段階でご覧になられて、コメントを寄せられているわけなんですけれども、まず最初にご覧になったご感想などお願いします。大宮さんとは以前から知り合ったので、割と比較的、試写ぐらいの段階で、それちょっより少し前に DVD をお借りして見せていただいたんですけど、実際こう震災というかそういうところで、僕たちは東京で、経験したんですけど、現地でそれを経験してはないんだけども、ああいう、ことをこうどうやってどういう立場で映画を作ればいいのかって非常に悩むところだと思うんですよね。立場性が問われるというか、自分がどこにいてそれをどういうふうに見るんだということを、非常に立場性が問われる問題だと思うんですけど、というのは当事者では ないわけですね、そこで。とただ今の現実の中でこうすごいあらゆることが、なんていうかね、こう当事者性を問われるというか、そういう立場にある事件っていうか物事が多い中で、どういうふうに作っていくんだろうと思った時に、大宮さん自身が東北の出身であって、岩手県で生まれて、福島の一時期旅立たされたことがあって、今は山形の方にご実家があられるという、方なんですけども、ただそういう中でも大宮さんは今埼玉県に住まわれて家族を持って生活していると、そういう人がそこへ行って撮るということのこうなんかこうその向き合い方が僕は素晴らしいなと思ったんですよね。ゴールデンウィークに行って、そこでこう、見たままといったら語弊がありますけど、そこで通過したことを全部撮るんだと、そういう立場がそれしかできないかったのかもしれないですけど、それがすごくこうグッときたっていうか、一番最後はその、渋滞の中で車が帰っていくっていう角で終わるんですけども、そういうところでもなんとかつながろうとしてるというところに、すごくこの映画を作るものとしての立場がなんか明確だなというか、ただそれだけではないんだと思うんですけども、そういう気はしました。で今はこの、そのカメラを持って現地に入っていく時のその立場の問題っていうのが提示されたと思うんですけど、大宮監督は実際その被災地に向かれた時に、どういう立場性を意識されていたんでしょうか。はい。今辻さんの方からも ご紹介いただいたように、私大学をきっかけに東京に出てくるまでは親父の関係で東北だけで転々と転勤族でした。今日福島県の方もいらっしゃるかもしれません。福島県福島市春日町8-18というのが私が一番最初に覚えた住所でございます。幼稚園と小学校の前半を福島市内で過ごしました。
かといってだからといってというのはそれほどあの作るにあたっては意識はしなかったというか、ただ映画を作っているという立場で、まあ必然としてカメラというものが今回はありがたかったなと思いました。武器、一方で武器ではあるんですが、今回はフィルターというんでしょうか、僕はカメラを通してではなく裸眼で見ざるを得なかったんですが、カメラマン、まあ、ご覧になった映像はカメラマンが見た被災地でございます。カメラマンはカメラというフィルター、まあ、今回は武器なのかな、それがを携えない丸腰ではいけなかったなっていうのは思います。そういう意味で行かなきゃ行きたい、知らんぷりしよう、いろんな迷いというか葛藤がありましたが、カメラという一つ道具があって良かった。結果的に良かったなと思います。でも大宮さん、これ2回目のチャレンジなんですね。僕映画芸術という雑誌見たんですけど、最初1回チャレンジしたけどその時はどうしても回せなくて、もう1回行ってこれ作品としたっていう、その辺はこうなんか変化があったんですか、そのいきさつというか。今日ご覧いただいたのはちょうどゴールデンウィークの頃、4月の末なんです、4月の末からの撮影なんですが、それに先だって2週間後ぐらいに岩手県に撮影に行ったんですけど、まあ2週間なんで生々しくて、まだ本当にちょっとという感じだったもんで、入れなかったんですね、僕のカメラマンも宮古市には。なんとか盛岡っていうちょっと内陸の方にホテルを少し長めに撮って通おうとしたんですが、もう行った初日でもうこれはダメだと、入れないということで、その日のうちに盛岡で大酒を飲んで、翌日にはもうホテルをキャンセルして引き上げてきてしまったんですね。でそれがね、意外と映画なんてみんなずうずうしくてずぶといはずなんです。それの多分私なんか際のつもりでいたんですが、決して繊細というわけではないんですが、入れなかった自分が、ちょっとやっぱ悔しいというか、なんでかなっていうのが帰ってきたからずっと悶々としてて、そんな時にあるきっかけでゴールデンウィークに行くことになったんですが、行けなかった自分を探しに行ったんですが、当然見つかるわけはなく、どうして入れなかったんでしょうね、最初の時に、ね、その間東京で過ごしている中でたまたま仕事で名古屋大阪来るね、九州の福岡の近くですねっていう行く機会があって、でこうだんだんと距離と比例して、まあ、無関心という言葉は不適切かもしれませんが、その関心度合いが全然ずれていく、まだまだその1ヶ月やそこらの時期、そんな時期でもこう離れていく、義援金の声だけが久留米では響き渡ってましたが、高校と明るいですし、なんかそこら辺でちょっと怒りに近いものを覚えたのはかすかに記憶してますが、入れなかったっていうのは事実ですね。でその時期の問題が、問題というか時期のお話が今出たんですけれども、この映画はゴールデンウィークに撮影がなされて、その6月の半ばにはもう公開するっていう、非常にその早いペースで公開がなされまして、その一つの鮮度、記憶のまあ鮮やかさっていうのが一つのテーマにもなっ
この地震発生からまあ半年を隔てて、またこの映画の見え方とか持ってる意味も変わってきてるんじゃないかなって思うんですけれども、そのあたり大宮監督はどうお考えですか。はい、まあ当初その今のご質問の前にですね、当初編集中にほぼ完成の段階で瀬さんにご覧いただいて、瀬さんから報道ではなくまさに映画という本当にくすぐられる嬉しいコメントをもらって、公開という勇気をもらったのはこれは正直なところなんですが、まあ改めて報道と映画というのを大津さんがどういうふうに捉えて、まあそういうコメントをいただけたのか僕も聞きたいですし、お客様にもお伝えできればと思います。それまで僕、大宮さんの映画を見たときにテレビでニュースとか、まあ、ワイドショーで見てるものとは全然違うなっていうことをすごく感じたっていうか、それはもうさっき言ったように僕はもう大宮さんはその生まれは向こうですけど今こっちで住んでるものとしてのある通過者ってのはおかしいですけど それでしか撮れないんだみたいな風で、なんて言いますか、まあ、カメラを回してる とはすごいなと思った。まあ報道ってのは誰かの立場になって誰かを攻撃したりとか、まあ、例えば政府が悪いんだとか、まあ、いうこともあるでしょうし、もしくは、まあそこにこうな涙の物語をこう付け足さないといけなかったりもするんですけども、そういうことではなくってもう何ですかね、もう何回も言うんですけど、こう通過者としてそこにいる、僕はいる、僕はいて撮るんだ、ただそれを積み重ねていくだけなんだというそのまあ、清らかっておかしいですけど、そのやり口がなんかこうその透明感な感じがこうすごくなんか伝わってきたっていうか、まあ、それでしか、伝えられないみたいな大宮さんの立場がいいなと思った印象はすごかったんですけど、多分清らかな僕の人間性を映画として感じていただいたんだと思います。ありがとうございます。ドキュメンタリーです。もう今と今から以前しかドキュメンタリーでは撮れないんです。実際には撮影することはできないんです。その先のことをイメージしてもらうことは少しはできるかもしれませんが、カメラに収められるのは瞬間かそれ以前。瀬さんがフィールドワークでやってる劇の方、ドラマの方では先も描けますよね、今より先で。瀬さんの映画はあるその社会性のちょっと濃い事件を膨らまして、まあ、フィクションとして先につなげていくというような僕の勝手なイメージなんですけども、そういう意味では、まあ、半年経った今この段階で瀬さんは今回の震災、まあ、原発も含めた震災を消化して劇という、ここで企画発表というのはいかがですか。そうですね、考えてはいらっしゃいますよね。いやいや、まあこういうことは映画には しなければいけないなとずっと思うわけですよね。でそのまあまあちょうど僕は震災の時は「あの時の命」というのを撮影をしてまして、3月11日には町田の団地のところで、撮影中だったんですね。でまあ僕も経験してないことは大きな揺れを感じて、まあ、スタッフも帰れない者がいて、まあ、その団地の中に何人か泊まったりとかして、まあ撮影中のほとんどはまあ震災の後で撮影してたんで、すごくいろんなことっていうか、スタッフもキャストもやっぱりどうしてもこううろたえてしまうんですよね。映画ってのはなくてもいいものなんですね。特に今劇映画っておかしいですけど、みんな生活には困らないっていうか、でいざ撮影になると照明も使って電気も使いますし、まあ、撮影行為ってのはもうすごく人様に目をかける行為であるので、すごくスタッフもキャストもこう心が揺れ動くわけですよ。こんなことしていいのかみたいな、当時はそういう時期だったと思うんで、
で美術部の人なんか、東京の方にもこう放射能がどうのこうのという話があったんですけど、もう若いものは出さないと、年寄りばっかりでやるとでも実際年寄りしか来なかった日もあったんですけどそういう状況の中でこう、撮影をしていったりもしてたんですけど、最終的にいろんなこともあってこう撮影して終わったんですが、やっぱりこうなんかこうその映画ってのはこうあれなんですよ、遺品整理っていう職業をテーマにしてまして、企画が上がった時には無縁社会とか孤独死といったことが問題になっている世の中だと、日本がこういうふうにこう人とのつながりが薄くなった時にこういう企画を上げようとなったんですけど、実際いざ撮影に入ったらもうすっかりこう今の現日本の中で無縁社会とかいう人は全くいなくなったわけですね。逆に言えばもっと人をつながりを求めていくような、肌触りっていうか、そういう社会に僕たち生きているみたいな風に変わったと思うんですけど、そういう意味ではこう映画自体もなんかこう撮影中に変わっていったっていうか、一番印象的だったのは若い男女の2人が、バスに乗って、その2人は過去に傷を持って生き残った男女だと。で、脚本されてた銀座の街をバスで走って、銀座の街中にこう、なんていうんですかね、こう、楽しそうに歩いてる家族やカップルや、そういう人たちを見て、なんかこう、再び心がちょっと穏やかになるというシーンが脚本になったんですが、もう震災以後になると、銀座の街は真っ暗なわけですね。で、当然そういう楽しそうな家族性もいないと。じゃあどうするのだということになったんですが、そのシーンというのは次の行く時に、自分のシーンだったんで、羽田空港の集会場の道路でですね、バスを走らせて2人が見て、窓を開けて外を見るんですけど、外は、ある意味闇の街なわけですよ。暗い光だけは灯ってる無人でも、そこでなんかこう彼らはこう気持ちを、違うようにだけどこう変えていくっていう、闇を見ることで変えていくみたいな風なあれなんですが、なんかそういう風にこう僕たちがその時作った映画もすごく影響を受けてしまったというところがあって、それはなんかあらゆるこう普段の日常で僕たちが生活している日常ももうすごくあることだと思うんですよね。だから そういうことになっている今っていうのをどう描いていくかってことは、こう今回のこう震災の現地を撮るっていうことに関わらずでも、こう今僕たちが映画を作るってことはどういうことなのかってことは捉え直されてきたのだなという気はすごくしてるってことはありますけど、すいません話が変わりましたね。でこの後上演になるマゼデ監督の、昭和軍東伝2月の砂漠は今もし皆さんチラシをお持ちでしたら開いていただいて解説などご覧いただければ、もうすごい内容なんですね。僕もこの機会に初めて拝見させていただいたんですけど、マラソンランナーの円谷幸吉の話と、原発ジプシーの話がつながって政府の陰謀が絡んでくるような、そういうような一言で説明できないような映画なんですけれども、この脚本の着想というのはどの辺から持ってこられたんですか？円谷幸吉って皆さんご存知だと思うんですけど、彼は福島出身で、福島で自衛官をやってたんですね。でその時に東京オリンピックに出て、銅メダルで、メキシコの前に自殺されたランナーなんですけども、それと僕はこの映画はちょっと90年に撮ったんですが、88年に韓国のソウルオリンピックの時に聖火ランナーとして走ったソン・キテイっていう、日本の読み方ですけども、その方がいらっしゃいまして、その人はベルリンオリンピックに朝鮮人でありながら日本人として走らされたと。で、その時、金を取ってるんですよ、金メダルを。でそのベルリンオリンピックに出た時に、韓国人2人とあと日本人も1人出てるんですよ。で日本人は、入賞すらもできなかったんですが、この日本人っていうのは、陸軍士官だったんです当時、でオリンピックちょうどベルリンオリンピックの時は日本は
226事件が行われてるんですけど、まあこれその後は全くの妄想なんですが、その一緒に走った日本人陸軍士官がその後自衛戦後は自衛官となって津辺田幸吉にマラソンを教えで今は当時90年に赤穂便という愛国党の総裁が死んだのもあって赤穂便的な右翼団体、まあ、一人でやってるんですけどもそういうことをやってると。でそこそれと、まあまあ、今見たら、まあ、ひどいんですけど福島第一原発が事故になったというようなこのことを架空、まあ、90年ですから、まあ、架空で、まあ、ちょっと想像の中ででっち上げまして、その時の事件に関わってた原発ジプシーが実は円谷幸吉と同じ福島出身だったと、そういう話なんですけど、まあ、だからそうすごくこの昭和というものとこの原発というものをリンクさせて考えようとした映画だったんですね。で、まあ、最近佐野真一さんの津波と原発って本、原発と津波って本を読んだんですけど、まあ、福島に原発を誘致したのは正力松太郎だったと、読売新聞をやって、で正力松太郎っていうのは関東大震災の時に警視庁の、まあまあ、結構位のある、まあ、官僚だったわけですよね。で虎ノ門事件というのがあったんですけど、難波大輔っていう人が摂政であった当時 の昭和天皇摂政、まあ、時代です、まだ皇太子時代に虎ノ門のところでステッキ銃で、テロとして暗殺しようとしたんだけど、それは、まあ、未然に防がれたんですが、その事件を契機に正力松太郎はその職を追わされたと。でそれから戦後、読売新聞があるんですけど、で議員になって原子力発電所の委員会になって委員長になって、福島に原発を誘致したりすることも先導的に行ったと。でその正力松太郎が、その後長島の天覧試合で、天皇陛下を呼んで、ああいうふうにこう野球を見せた。そこで、まあ、あの時難波大輔、の事件とをその天覧試合で初めて天皇陛下に再びこう、まあ、かつての罪を償うではないですけど、そういうことをやったのだというような話があるんですが、まあ、だからこれ僕は劇のでどうしてもそういう考えてしまうんで、まあ、そういう意味ではこうその原子力発電所というものがいわゆる日本の近代化昭和というか高度成長期というものの中でこうどんどんそういうふうに、まあ、進歩じゃないですけど進められたものと昭和という時代というのがリンクしていったのではないかみたいなことはまあ、当時の発想としてどっかあったという。で、まあ、まあ今考えで今もう平成になって、まあ、そういうことっていうのも89年の、まあ、天皇が亡くなったりもして天安門事件やベルリンの壁崩壊とて新しい、まあ、時代に変わってきたと思うんですけど、そういう中でじゃあ昭和ではなくて新しい時代っていうのはどういうふうにこれから作っていくんだみたいなことは今自分の中の、まあ、映画的な 劇の発想ですけども、そういうことは考えていかなければいけないなとなんか今最近は思ってるところなんですけど、大宮監督もこの機会にご覧になったと思うんですけど、大宮監督 の感想はいかがですか。面白いですね。でもエッチじゃなかったですね。税さんのエッチってエッチな映画ってエッチじゃないっていうのが定番なんですけど、やっぱりエッチじゃなかったですけど、映画はすごく面白かったです。円谷さんの映像から始まるですが、あれは勝手に使ってるんですよね、きっとね。だからDVD 化できないんですね。まあ、あと歌も西田幸子のコーヒールンバとか、月の砂漠っていうのは小林明が歌ってるんですけど、これいい歌なんですけど、それを勝手に使ってるんで、すみません、ここでは内緒にしといてください。っていうのが、この後、本当に素晴らしい作品が、90年、20年以上も前に作られています。ぜひご覧ください。税さん、今お話をお聞きしてて、
税さんの方が、僕自分でもアナーキーだなと思ってたんですが、税さんの方がちょっと強いアナーキーで、僕もアナーキーにすごく憧れてるんですが、僕今チャンスだと思うんですね、福島の状況が。こうコミュニティが壊れてるとか離れ離れとかっていう情報確かにあります。実際そうだと思いますね。昨日のシンポジウムでも実際には子供を避難させるさせないで離婚がどんどん増えているというような報告もあって、でも ある意味フラットになってコミュニティを再構築できる、その時にあまり行政とかそういうシステム、今までのシステムが関わるとの関わりをこう薄らいでいけるんじゃないかなと。多分震災直後は被災地全部でその無政府状態で突発なコミュニティができたはずです。できなければもうどうしようもないんで、倒れてる人は絶対に救ったはずですし、倒れてるっていう119番を電話するんではなく、そういうシステムに頼るんではなく、自分たちで何かをしたはずです。ご飯が届かない時に何とか自分たちで分け合って、それはもしかすると頼りすぎてたシステム、行政的なそういうことに頼らなくてもやっていけるのかな。全部じゃないです、全部ではなく、そんな僕は強いアナーキーじゃないんです。なんかここら辺のコミュニティでもう生きていけるのかなっていう、おとなしいアナーキーに憧れています。何の話でしたっけ。で、ズエさんと女相撲っていう企画が昔ありまして、女相撲、これ本当にあったんですよ。私の出身の山形が発祥なんですけど、興行として女相撲というのがあったんですね。まあそれがいろんなことがあって土俵はには女性が上がれなくなってしまって180度変わったんですが、興行として女相撲というのがあって、お腹の上で餅をついたり、いろんなそういう見せ物と興行としてあったんですね。それとアナーキストの淡い恋物語という、税さんの台本までもあるんですが、そこで僕はお金を集めに行ったんですよ、実際山形まで。そしてお金持ちのところに行ったら、ゼゼ君のは別の作品がもう来てるよって言って、何何って聞いたら、それがヘブンズストーリーだったんで、ヘブンズストーリー、僕は最初からそれを聞いていたかったなっていうところで、ゼゼさんの本当すいませんでした、恥かかせちゃいました。本当に恥をかいてます。もうゼゼという素晴らしい監督がいて、女相撲をやりましょうって言ったらもう来てるっていう、そこで僕は初めてヘブンズストーリーを知ったんで、イメージ福島という会なんで、少し福島寄りの話になってください。女相撲も完成した時にはここでぜひ上映したいなと思いますけども、ゼゼ監督はデビュー作を撮られる前にも脚本だけ書かれてた作品で原発に触れてるものがあったっていうふうに聞いたことがあるんですけれども、その作品について少しお話しいただいてもいいでしょうか。そうですね、それは原発ジプシー、堀江さんでしたっけ、本が出たのが僕80年代だったと思うんですけど、それを読んで、タイトルは今でも覚えてるんですけど、占領系を守ってるとジプシーは。で、それがその本ではミリレムっていう単位だったような気がするんですけど、で50ミリレムのパンクっていうタイトルだったんですけど、その単位を超えるとパンクするというふうにジプシーの間で言われて、るというのがすごく印象的だと、パンクしちゃうっていう言葉自体が。でもそれと その当時はジプシーってことじゃないですけど、ちょうど戦国イエスとかそういう、イエスの箱舟というか、新興宗教の団体があったんですが、そういう、新しい家族ですね、漂流する家族とかそういうテーマがあった時代なんですが、そういうことをなんかこう一緒にして、脚本にしたんですが、
まあこれはある会社に持っていったら、うちは成人映画を作ってる会社であって政治映画を作ってる会社ではないと言われて、まあ断られてですねそれからまあ、羽田を舞台にしたまあ、映画をで僕は、まあ、デビュー、まあ、しましたね、はい。今もし映画化するような話とかっていうのはもうないんでしょうか。うん、そうですね、うん、でもなんかこう自分の中ではこう漂流する家族っていうか、まあ、家族関係の問題だと思うんですけど、まあ、当時は要は家族関係すごく希薄であって、そういうふうにこう他人同士の家族が結びつくことでも、うん、それは新しい、さっき、まあ、コミュニティっていうのおかしいですけど、ある単位の家族になるではないかみたいな発想が、まあ、バブル以前でしたけども、そういう中で自分の中にあったというか、あと社会的な風潮の中にあったと思うんですけど、ちょっと今の現状としてはそういう単位でもなんか ないような気がどっかしてるっていうとおかしいんですけど、このそうですね、まあか、まあ、人間は所詮一人で生きていけないんで、誰かとつながっていくことしか生きていけないと思うんですけど、それが家族という単位っていうことをにこだわるのをなんかどこかで昭和ったらおかしいですけど、なんかこう、うん、ちょっと今ではないのではないかって気がなんかする。さっき大宮さんがおっしゃったように、その場その場かもしれないですけど、そういう新しい単位の結びつきがあるみたいなことを大宮さんおっしゃったと思うんですけど、なんかもう少し違う形のコミュニティって言っているのか、そういう単位ですね、それがなんか生まれてくるような気配がするので、する気はするんですよ今。大宮監督いかがですか今の話。ずっとドキュメンタリーやってて、中でも介護ですね、お年寄りをケアする介護をちょっとしばらく撮ってたんですが、まさに今杖さん言った新しい関係ですね、その家族ではない人と人生の最後を向かい合う、それはだから家族がどうとか新しい関係だから素晴らしいということではなく、その時代その時代で新しい関係性で、実はそういう関係性に関わろうとする若者が人手不足とは言いながらどんどん確実に増えてはいるんですね。でそういう若い人たちっていうのは大概生きづらい人ですね。そう、今の社会では生きづらい人、生きづらい人がなぜかやっぱり人とのコミットを求めて人と交わる仕事、そういうところからお年寄りの介護っていうところに結びついていって、でお年寄りあるいは障害のある方がいないと、そういう若い人たちが生きていけないというふうに僕感じています。実際にそういう方もいます。だからそれがなんかこうしようとかっていう掛け声で始まった関係性ではなくて、自然に出てきたなっていうのは僕はすごく嬉しく思ってますね。さっきの話をダブルかもしれないんですが、あまりこう介護、まあ、介護の言葉でことで言うと介護保険とかいろんなこう情報やシステムではなくて、生きやすい方法に素直に向かっていくと。でもちろんイメージ福島福島ってのは多分福島県を言ってるんではないんじゃないかな、福島市でもないですよねきっとね。福島的なところはもちろん福島が一番今強いかもしれません。もう他の被災地もあります。で実際今回被災しなかった、被災から免れた他の東京も含めてですが、土地ももしかするとね、僕介護
に入ってった若い人たちから見たら、なんか日本中被災地みたいに見えてて、なんでこう手を差し伸べられないのかなというふうに感じている介護の若い人たちが多分いっぱいいるんだろうなというふうに思っています。ありがとうございます。ではこの辺りで会場の方にもお話をちょっと広げていきたいなと思うんですけれども、お二人の監督にもし質問、あるいはご意見など、ある方いらっしゃいましたら挙手の方をお願いいたします。先ほど上演になった映画についてでもいいですし、これから上演になる映画についてでも構いません。あるいは全く関係ないことでも構いません。どなたかいらっしゃいますでしょうか。ありがとうございます、はい、お願いします。ちょっとマイクが届きませんので、すみません、ちょっと大きな声でお願いします。宮監督にお伺いしたいんですけども、はい、今映画拝見して、当然わざだったとは思うんですけども、撮影されている場所が一体何県のどこなのかとか、お話を伺っている方が一体誰なのかとか、そういうことが一切映像情報として省かれてるんですけども、この辺が見ててなんかこうちょっとこう僕はこれ誰なのとか、ここどこなのっていうのが非常に疑問に思ったんで、その辺をわざと外された理由が当然あるんだと思うんですけど、その辺をちょっとお聞かせ願いたいんですけど。はい、情報をあえて削ってたというのは今のご指摘の通りでございます。その理由ですが、さっき瀬津監督は映画なくてもいいもんだと、生活には困らない、それは私も全く一緒でございます。そして映画になんか僕全く力がないと思ってますね。可能性はあるかもしれませんけど、少なくとも力はないじゃないかなと。で、今回のこういうような催し物を含めて、今までもこれからもいろいろ催されると思います。その中で原発反対をきっちり明確に歌った映画もたくさん上映されていくと思います。あったんですよ、こんなに原発危ないぞっていう映画が。で、3月11日を迎えてしまったわけです。それでもまた映画を作り続ける、もしかしてちょっと、おやっとですが、100年ぐらい経って、300年ぐらい経って、もしまだ DVD とかブルーレイとかっていうシステムが残ってて、今日ご覧いただいた映像をご覧になった100年後300年後の方が、こりゃ福島大変だったなって勝手に見てもらっても僕はいいかな。いついつのっていうことは、映像はたくさんテレビ局にあるんで、そうではなくて、もっとこう自由じゃないんですけど、情報ではない、どこなんだろう、どこなんだろう、誰誰っていうことも含めた映画にしたかったってんでしょうか。源遊さん、まあ芥川賞作家ですごい著名な方でございますね。でも僕の中ではやっぱり一人の放射能の唯一の被害者です。今回の映像の中では福島県の三春町ですから、放射能は十分浴びています。でも居座ると、居座るそうですが、圭さんも含めて名前は画面上には出さずに、一人のお坊さんのお話として捉え聞いていただきたいなと。で、インタビュー当時は政府の復興構想、復興構想委員会、委員会のメンバーでもあります、芥川賞作家でもあります、坊さんでもありますが、僕は被災した坊さんとしてのみ話を聞きたい。その時に肩書きを入れて名前を入れる、それが意味は
あるけど逆に意味を持ちすぎちゃうかもしれないな。地名はこれは意識しました。明らかに消えたんです、地名の境界線が。意味がなくなってしまったんです。旧仙台市なのか、うん、とにかくもう今までの僕の知ってる仙台市ではない。ただ仙台市といって一つのことで、仙台市というのはちょっと乱暴というんでしょうか、全く被災してない仙台市もあるだけで、そういうところで一つの凄まじい被害を受けた映像に仙台市と言って代表させるほど映画には力がない、力を持っちゃいけないんじゃないかなっていうような意識で、短期間編集した結果が全部撮ってしまったっていうことでございます。その他いらっしゃいますでしょうか。はい、お願いします。基本的には映画になるかもしれない、公表するかもしれないという前提では撮影許可をいただきました。で、聞きたい情報があるわけでも、聞きたいことがあるわけではないんで、雑談をさせてもらったというのが、でももしかしたらちょうど50日前後っていう時期、隣近所では悲しみを言い合えない、苦しみを言い合えない、そんな時に外から来た僕らにはちょっと喋りやすかった、あるいは語りたかった時期だったのかもしれません。その他いらっしゃいますでしょうか。久留米に行かれた時にその募金を呼びかける声ばかりで、伝統も明るくて怒りを覚えたってことなんですけど、それは具体的に誰に対して怒りを覚えたんですか。多分撤退してしまった自分と一緒に近いところを見たような気がしたからだと思います。1回目に行って入れなかった自分、今回のロケに行く間そういう経験をしてしまったんで、もちろん距離と関心が、距離が離れれば関心も薄らいでいく、これは当たり前のことではあるんですが、当たり前のことがその少しちょっと感情的に感じたっていうのは、多分自分がその場に入れないっていうのは、東京に帰ってきたということは距離を置くことでもたでしょうし、そういった意味で多分怒りに似た感情の矛先は自分自身だったんじゃないかと思います。はい、その他、いらっしゃいますでしょうか。はい、お願いします。私は福島から今日来たんですけども、今のお話の中で津波の被災地はどこもその場所を言うことに意味がないほどその境界がなくなってしまったというようなお話もあったんですけど、放射能がこれだけこう原発でばらまかれている状況で、東京に近くに住んでらっしゃるお二人は福島との距離っていうのをどんなふうにお感じになっているかなと思います。デイさんからお願いします。ちょっと考えてますんで。前さんは西のご出身なんで、やっぱり東北の馴染みが薄いと思いますね。どっちかっていうと。そうですね。東北6県言えます？僕やっぱりさっきご紹介いただいたように、僕は福島にも行ったことがあるし、東北はすごく馴染みが近いんで、そういう意味では距離以上に近いとは思いますが、
ただ、福島イコール原発、原発イコール福島っていう今のこう問われ方がにはちょっと少しだけですが首をかしげたいなと。もちろん原発を含めた原発が一番大きな要因としての問題、ご苦労もあると思うんですが、そういう福島県できっちり線が区切られて放射能がいってるわけではなく、当然茨城にも来てるし、山形の米沢にも行ってるわけですし、宮城県の南部には行ってるかもしれない。ただ福島という言葉単語が放射能ということとしか結びつかないということの方が、ちょっと、そういう意味では今ご質問の意味の距離感はもしかすると3月11日以前よりは離れたのかもしれません。自分の中でそうですね、僕も石巻には撮影を手伝いに8月に行ったりもしたんですが、福島には、行ってないんですが、そうですね、最近自分の実家のことを考える、よく考えるんですけど、自分の実家は大分県の国東半島にあるんですけど、親父は農業をやってまして、で、そこでは昔こうパイロットファームという みかん農園がものすごくこうやれという政府の政策が行われたんです、昭和、僕の子供の時代ですけど、だから山をどんどん切り開いていって雑木林を段々畑にしてみかんを作っていくと。でただみかんもその高くなくなったんで、もうみんな、やめてしまって、もう今はもうただなんていうんですか、こう畑の残骸みたいなものしか残ってないっていうか、里山は消えていったと。で、親父はもう70、80前なんで、百姓も片手間でしかやってないんですけど、父親がやってるのは そこに、クヌギを植え始めたんですね。再びこう雑木林に返すんだと、そういうことを、人生の終わりとしてやってるんですが、そういうこと を考えるってことは、それって福島とはそんなに関係ないのかもしれないですけども、自分の故郷っていうのも、ある意味限界集落なわけであって、何年か経つとなくなっていくような集落なわけですよね。そういうことっていうのは今どういうことなのかっていうことを今回の事件とともに考えるってことは、自分の切実なこととしてはそういうことをもつながっていくのではないかみたいなことは、自分の内部の中ではこうあり得るというところがあるんですね。実際に僕はそこで住んではいないので、そういうことの想像力っていうのはそういうふうにしか補えていけないみたいなところはあるのは正直なところです。ただそれは人事ということではなくて、そういうふうにでも置き換えて生きていけるのではないかという可能性はあるとは信じてますけど。最後お一方もしいらっしゃいましたら、受け付けたいと思います。いらっしゃいますでしょうか。福島の方にもしたいんですが、福島どちらですか。福島市です。しないですか。当然こういった場ですから、その僕らも受けを狙った話とか冗談を言わないような皆様の雰囲気なんですけども、例えば市内もそういう雰囲気なんですか。もう笑い声とかないんですかね。いや、ありますよ。ありますよね。お酒もありますよね。僕、私も先月行ってきましたけど、朝から晩まで放射能をみんなで語り合って悩み合ってるわけではないですよね。でも実際その生活の中にはもう切り離せないものとして放射能が出来上がってて、
まあ、例えばそのレンタルショップのツタヤなんかでもガイガーカウンターを普通にこうレンタルできるようなそういう生活の中にも入ってる。なんかこう東京にこう住んでる人とか例えば福島でない人っていう場合だと多分そういう感覚がもうないのかなっていうのがあって、大宮さんなんかはその福島とか何回も行ったり来たりとかしてると思うんで、まあ、どういうふうにこう東京の人と福島の人の感覚がこう、まあ、離れてるっていうか変わってるか、それとももっと近づいてたりするのかなっていうような、この半年でこうなんか変化を感じてらっしゃるかなっていう、その辺をお聞きしたら。どちらかというと転勤族と先ほど言いましたが、そのせいかもしれませんけども、お叱り覚悟で言います。今回のことがあって本当に福島の皆さんふるさととか自分の土地ということを熱く語られるっていうのをよく耳にします。そういう思いを寄せる熱く語れる土地場所をお持ちなんだなっていうことが羨ましいなと思っているのが正直な僕のところで。そうしましたらそろそろ時間の方が参りましたので、最後にじゃあ一言ずついただいてこのトークを終わりにしたいと思います。では大宮監督から。はい、本日はありがとうございました。ゲインさんのは福島でお話聞きました。当然お話の中心は原発のことでございました。でも映画としてはあえてその部分は使っておりません。それはパンフレットをお買い求めいただくためでございます。パンフレットの方には全部全文掲載してございますので、また映画とは離れてお買い求めいただければ、一部につき100円を被災地の皆さんにということでいいんですよね。そういうことにしておりますので、ぜひご協力ください。よろしくお願いします。本日はありがとうございました。最近宮田賢治のことを、調べたりすると、三陸沖地震というのは、かつて何回もあったんですけど、宮田賢治は明治の津波の時に生まれ、昭和の津波の時に死んだと。で、弟の清六、宮田清六はそういう賢治の一生が彼に飢饉やそういう自然災害を乗り越えるというと、をテーマにした童話をいっぱい書いたのではないかって、後説ですけどそういうふうに言ってるんですけど、大宮さんはさっき映画には力ないみたいなことをおっしゃいましたが、僕はまだどっか、そういうことに向かおうとする、映画を使ってでも向かおうとする人間のそういう意思とか、そういう何ていうんですかね、こう切り開こうとする力ってのはあると思うんで、大宮さんの映画もそういう映画だと思いますんでまた頑張りたいと思います。ありがとうございました。それではこのトークをこれにて締めさせていただきたいと思います。大宮監督、宇多田監督、どうもありがとうございました。